は2月3日の youtube 配信で同補選に候補者を立てることを明言昨年9月にできた同党にとっては国政選挙の初陣になる可能性が高く現在は候補者の調整を進めているとみられる東京15区は江東区長選での買収容疑により逮捕起訴された柿沢水戸容疑者自民党を離党が1日に議員辞職した同補選には日本維新の会が金沢優氏33共産党が小包東氏34の擁立を発表自民党や立憲民主党も候補者擁立の構えを見せており新参の日本保守党を含め候補者乱立の様相を見せている